女優の吉田羊さんです。小劇場でデビュー、舞台を中心に活動後、映像の世界に入られ、圧倒的な存在感と演技力を持つ女優として独自のポジションを築かれております。2015年はテレビドラマのほか、ミリギャル、ヒーローなど6本の映画が公開、10社のコマーシャルにもご出演されました。また来年の NHK 大河ドラマ真田丸では小松姫を演じられます。このように本当に名誉ある素晴らしい賞を頂戴しまして、本当に感謝しております。選んでくださった皆様、本当にありがとうございます。ファッションの最高峰であるボーグさんから活動を評価していただくというこの未来は、私の人生において本当に予想だにしない出来事でした。けれども、お仕事に一生懸命に向き合ってきた結果として、このようにあまりあるご褒美をいただけたことは、私のこれまでの人生に一つ、それ君はそれでいいんだと丸をつけていただいたような気分です。本当にありがとうございます。吉田さん、先ほどのレッドカーペットでは、吉田さんが以前からタイプというふうにおっしゃっていた、あのピースの又吉さんにエスコートをされていたと思うんですけども、その経験はいかがでしたか？そうですね、自分がそういうふうに尊敬する方と肩を並べて歩くという機会は、やっぱり皆が与えられるものではないと思いますので、そういう意味でも、この活動のご褒美の一つとして、噛み締めて歩かせていただきました。あら、すいません。どうも。またって。ありがとうございます。毎回ハリー、俺必要かな。吉田さんも相方のファンなんですよね。そうなんです。いや、本当嬉しい。一緒に出てくれって言われたんですけど、いや本当光栄なことですよ先生。先でもエスコートちょっと失敗したんですよね。そうなんですよね、やり直しましたね。ちょっとやり直しして、ちゃんとしなきゃダメですよ、男なんですから。いや、止まるなよ。止まっちゃダメだよ、こんだけ大勢の人の前で。ね、いや嬉しいですよ。どの辺があれなんですか、相方の先生の吉田さん魅力的なところは。なんだろう、なんかひょうひょうとして、まず何より言葉が豊かなところがとても魅力的だなと思います。なんか自分がこう悩んだ時に、自分がこう発想を思いもかけない角度からアドバイスをしてくださるような気がしています。あ、なるほど、はい、嬉しいですね。そんなちゃんと人に褒められたことないかもしれないね。ありがたいことですよ、本当。ありがとうございます。本当すごいですよね。もう何ですか、吉田さん、ね、まとめとけよお前ちゃんと。すいません、後で先生の文章のに書いてお出ししますんで、皆さん言葉が豊かって褒めてもらった後に言葉が出てこないっていう、もう文章の方でお出ししますんで、メディアの方申し訳ございません。すいません。いや、すごい活躍されて本当に、嬉しいです。吉田さんに伺ってよろしいでしょうか。このような1年、ものすごく忙しい1年でした。はい、来年はどのようなことに取り組んでいきたいと思いますか？そうですね、しばらく舞台をやれていないので、来年あたり舞台のお話が来たらぜひやらせていただきたいなと思いますし、あとは年明けにこれまでにない難役を一つドラマでいただいておりますので、また新たな挑戦の年になっていくんじゃないかと予想しています。そのような活躍も期待したいと思います。吉田さん、ありがとうございました。そしてピースのお二人もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。